この動画は、急遽作られたため、テロップがありません。ご了承ください。はい。ですね、今、クラズチのマイクです。あ、そうだ、細川さんのファンの人置いてる。じゃあ、細川さんを映して説明する。細川さんを映しながら、俺が説明する。むしろ喋る。じゃあ、星の方が移動して、動いて、説明するために動いて。俺、ここでいいんじゃない？さっきのところまで。でもさ、あれじゃない？11時から？え？マジ？今何時？それやめてよ。10時ちょっと10何分。え？お前らやってつったじゃん、それ。おい。壁ドン、壁ドン。でも入れんの10時半から。ただし、入店は10時半。ただ10時半に入って、皿が回ってくるの待ってよと。小塚さんがうんこする。で、その間は俺がうんこする。うんこした。30分間かけてうんこする。で、お前らはその間の間に。お茶入れとくぞ。お茶入れ。じゃあ俺お茶入れん、俺がお茶入れる。じゃあ、俺は。お前は皿並べてる。台、流す台に。あ、流す台に皿置いてる。それかむしろ星川が流れる。あと裸踊り。死ねえよ。しないの。流れるとこで。こうやって寝て裸踊り。あ、いいのあったわ。息がいいねみたいな。いやいい。ブリブリブリ。反応できねえわ。そうなんだ。星の赤貝にモザイクかかってるよ。何その顔は。いや、もうね、どう反応していいかわかんねえんだよこっちだってよ。イケメンの細川さん映してやったわ。対比が激しいよ。うるせえ。じゃあ俺映んねえよ。閉めてくれた。細川さんが閉めてくれたよ。この時、バカな彼らは、最終離国と開始離国を間違えていたのであった。うわぁ！何してるの星野。細川さん、攻撃してるだけ。でもブランコじゃ攻撃になんなくね。いや、割となってると思う。精神的な。細川さん、ブランコダメなの。わかんない。うわ、やめて。ダメな人は本当にダメ。だからこれ、結構ファンが逃げてく感じになってるんだけど。体全体に星野を表してそれマジで体全体じゃあ細川さんそれなの全然よく分かんなかった。そして吉田全体で表してみる。全体がでかいな。全体だよ。こんな感じ。バージョン2はあ、ここは動く。あ、動く。あ、細川さん待って、バージョン2ここまで。ちょっと2人同時にやってみよう。分かった。
え、ナンバーワン。ナンバーツー。はい。全然よくわかんない。もし一回やってみて、じゃあ。ちょっとさ、逃げ逃げ逃げよ。はい、はい、早く早く今回も一回も地面に足をつけずに助けワンステージ。めっちゃ遠くした。行きます。やばい、今週の体重空中ブランコきしんでいる。でかいです。身長何センチだ。ロープはちょっと手が焼けさせる場合もあるぞ。お、着いた。行けた。ここはちょっときつい。物理学的なブランコイン。ちなみに今回の星のヘルプは2回使います。それ以外足をついた場合アウトとなります。行け。できればここはヘルプを使わずに乗り越えたいところ。行けるか星の。時間は迫っている。え、どっちがすぐやったっけ。視聴者来ちゃうよ、視聴者。届いた。オッケー。ここは星が映れるか。凄まじい格好となっている。ここで脱落か。全員集合なのか。脱落か。ここでまさかの持ち上げてどうする。持ち上げてどうするんだ。これはひどい状況になっている。ひどく滑稽である。映れるか。壊れたくるみ、丸人形のようになっているわけだった。おお。なんだその構えは。いけいけいけ、一気にいっちゃえ。オッケー。お、超えた、おしよ。山を超えた。ヘルプを使わずにここを乗り越えることができた。ここは難関ですね。これヘルプでしょ。どうヘルプ。ヘルプは。ちょっと考えさせて。ヘルプは。ここから先、細川フィーバーにご注意ください。聞きました今。バカ言葉ある。いや、かすちゃん。ローパー持ってさ、一旦ローパー持って。ダンマ脱ぐから。え、それもヘルプ使っちゃう。え、マジで。じゃあ、いや、じゃあいいよ。サービスね、今回は。サービス。じゃないで、お前の背中汚れるよ、マジで。で、もらいました。ああ、そう。なんだこれは。そっちに映すなよ。いけ。これは、どういった。上に登ってきた。ヘルプお疲れ様です。星は死んだみたいになってる。靴があります。星野はどこだ。今の感想は。え、結構危ないと思う、これマジで。ダメでしょ、そんなとこ行っちゃう。はい。小さい子も見ています。え、これマジきつい。ヘルプ使うってのはありやな。いや、でもそしたら向こう言ってないでしょ。え、向こうは OK なんだっけ。
ローファーの上にうまく飛び立つってことが。すげえよ。あっちオッケーで。あっちオッケー。あれ今日外線だもん。じゃあ。ちょっと。これどうしよう。行けよ。あ、それいいんだ。これで。おい。お前さ、またいでさ、こう行った方がいいんじゃね。これヘルプマンが牙を剥く。いや、待って、これ緑の缶だけ。そのヘルプマン牙を剥くって何。いや、ヘルプマンって常にヘルプするとは思わない。いや、ヘルプするからヘルプマンじゃん。こすりながら、小顔をこすりながら行こうしよう。ヘルプマン地味に浮かしてる。いや、これきついでしょ。どういったらいいんだ、ジャンプして滑って小顔打って終わりだろ、これ富士の、難易度イージーノーマル、エクストラルなんかのプレイヤーさっき、ノーマルだったのじゃあ、エクストラルなクロワウうわっうわっイージでね、エクストラ見てからもね、イージだと確かに楽には見えるんだけどね、やってること変わんねえから、あんまり。それ飲まる？違うね。吉田さん、これ前に行けねえよ。ほら、コンキー！エクストラ？ヘルボー、暇なんで。今攻撃するのなしな。ガチで。怖っ！一応言っとくね。俺、高所恐怖症なんで。一応言っとくけど。だって、まだ到達してねえし。そういう契約いいか、いいか。大丈夫、しよう。ヘルプマンがいるよ。じゃあヘルプ使っちゃおうか。もういいよ。だしね、それは。分かった。じゃあこっちに仕掛けだけ。いやいやいや、そっちの仕掛けなんで。仕掛けをなし。えヘルプ安いやつも使えこっちの味にしてる。怖えよ。言葉で言えんじゃないかな。あ、やばい、これ落ちるだけだったな。肩借りた方が落ちるじゃん。肩借りるとケツが浮いて余計落ちやすくなった。ストップって言ったら7秒止めてあげるよ。7秒間で移動しろってこと、うん、1回だけ。あ、じゃあ まだいいよ。ちょっと準備して、準備する。マジで行った？7秒間で行った。で、こっちなしでしょ。なし。ちゃんとした7秒、1、3、4、5秒なんとか出して。いや、やんない、そんなとこ。でも、もうちょい、もうちょい、いいよ。用意スタート。1、え、もう2、3、4、5、6、7。ちょっと、つまわれた。絶対このビデオは長いと思う。いや、ショートカットじゃいいじゃん。そういうこと。着いた。着いた。ゴールですか。ゴールなんです。今の感想は。まだだよ。素直に突っ込んだ。ゴール。あ、やばい、割と高い。勝ってね、そこで。いや、ここもヘルプ使えないんだよね。多分ね、オレンジとかぶら下がりなんか置いてる。靴があります、そこには。靴があります。そこに落ちなきゃダメです。いけるか、星野。お、やった。はいはい、ごいせん、ごいせん。ごいせんするの。待って、待って、待って。あれ
こちらこっち中華の何じゃいけないせちきれかせちきれかピコン終わったすし三昧スイッチが押されました終わりいい今の感想は疲れた早く寿司行くぞ